こんにちは、ダイスです。今回はポケモンスカーレットバイオレットに新しく登場したパラドックスポケモンのイベントレイドをやっていきたいなと思います。ポケモンプレゼンツで公開になり、もうすでに始まっているイベントです。イベントレイドの期間は2月28日の日付変更から3月13日月曜日の朝8時59分までで、今回のこのレイドは長くイベント期間が設けられています。また特別なポケモンになるみたいで、一つのセーブデータに1匹のみ入手可能になっています。で、今回のこのレイドなんですけど、イベント期間が長いっていうこともあって注意点があります。現在もうすでに更新しちゃうとこのレイドのイベントになってしまいますが、今まで行われていた最強ピカチュウのテラレイドバトルでまだゲットしてない人、もしくはまだ遊びたいという方含めてなんですけれども、スカーレットバイオレットの更新データも今配信になってます。なんでゲーム遊んでると更新しますかしませんかっていう問いかけがあります。しないでください。これね、しちゃうともしかしたら一緒にこのね、新しいイベントレイドになっちゃう可能性がありますので、 1.2.0 の更新データ更新せず、また不思議な贈り物受け取らず、マルチプレイのインターネットの通信を使うものはしない、そして不思議な贈り物からポケポータルの入手は受け取らないようにしてください。じゃないと多分新しいものになってしまいます。で、私ももうすでに更新データ入れちゃったんで、まあ、こんな感じで更新データ入るとポケポータルのところが若干変わるんですよ。で、多分更新かけちゃうとこの追加コンテンツって出るんですけど、この時点でもしかしたらポケポータルのニュースも変わってる可能性があります。なのでこれ出さないようにした方がいいんじゃないかと個人的には思います。以前ソードシールドで出した時になんか変わっちゃってた気がするんですよね、確か一緒に。なので気をつけてくださいという注意喚起を先にしておこうと思います。まあ、イベントレイド自体も3月13までで長いので、ピカチュウゲットできてない方はもう必ずゲットしてからの方が絶対いいと思いますし、ピカチュウの方が、星7レイドなのでイベント報酬はいいはずです。はい、なんでそのあたりを必ず考えながら更新データを受け取るようにしてください。じゃあまずは更新のデータ見ていきたいと思います。今回のうねる源鉄のイサハの出現は3月13日の朝8時59分までで、星5のテラレイドバトルの決勝に出ます。ということはもう断然星7の最強ピカチュウの方がもらえるものがいいです。はい、3月13までだからね、早めに欲しいよっていう方は確かに早くしないといけないんだけど、この期間まではみんな、ゲットできますからスカーレットバン遊んでるって方はうねる水面になっちゃうし、バイオレット遊んでるって方は鉄のイサハが自分のマップに出てくるっていう状態にはなりますが、どっちもゲットしたいっていう時にですね、ギリギリでも多分レイドの募集かけてる方いると思うので大丈夫と思います。ということで早速ですね、私スカーレットで遊んでるので水テラスのこれね、スイ君の古来の姿いきます。まあ、何のポケモンで勝てるのかとかちょっとわかんないんですけど、星5なんでとりあえず鉄のカイナで行ってみたいと思います。この鉄のカイナで勝てたら結構ね、作ってる方多いと思うので楽に進めるんじゃないかなと思います。それでは、ここからソロ活行ってみたいと思います。はい、編集中のダイスです。技構成とかいろいろお話ししたかったので、ここからはアフレコでお送りしていきます。で、今回のうねる水面なんですけど、結果として鉄のカイナで勝てました。すごいね、楽に勝てたので、私動画で出してるんですけど、汎用型の鉄のカイナ持ってる方はうねる水面に関しては鉄のカイナでいきます。だいぶね、余裕を持った勝ちができましたね。そしてうねる水面に関しての持ち技です。まず初手で日本バレをかけてきます。で、その後持ってる技が竜の波動、ハイドロスチーム、おたけび、火炎放射、この4つです。ハイドロスチームに関しては日本バレの期間中 1.5 倍の攻撃に上がります。新しい技ですね。鉄のカイナで立ち回る場合には
1段目腹太鼓をかけて、その後ドレインパンチで自己回復をしていきます。ドレインパンチどれくらい入るかなと思ったんですが、結構入るのでこの回復方法で大丈夫です。でドレインパンチで回復したら、次のターンから雷パンチで攻撃していくという風に取っていきます。で先ほどお話ししたハイドロスチームなんですけど、これぐらいしか削られないので、そのまま受けていいと思います。でドレインパンチは回復なので半分以下になってなければ、雷パンチで押していきましょう。こんな感じです。でこの時ちょっと失敗したなって思ったのが、イケイケどんどんかけてから雷パンチした方が良かったなって思います。なので皆さんの場合は、これからやる方は腹太鼓、ドレインパンチ、イケイケどんどん、雷パンチみたいな感じで進めていくと、もっと楽に進められると思います。テラスタルオーブ取られちゃうんですけど、基本的にはテラスタルしなくて勝てますので大丈夫です。で私は遅くなりましたが、このタイミングでイケイケどんどんをかけました。で回復のドレインパンチの量が見たかったので試してみたんですけど、バリア張った後でも結構ですね、回復してくれるので、癒しのエールじゃなくてドレインパンチの回復で全然大丈夫と思います。はい、こんな感じです。削りは少ないですけど、回復量としてはマックスはいかないですけど、半分ぐらいまでは回復してくれるので2回していけばいいかなと思います。あとはステータスの全消し出てきますので、必ずそのターンになったら癒しのエールを使って先に回復で、マックスぐらいまで HP の回復があったら腹太鼓で積んでいくという風にするといいと思います。もっとね、楽に進めるポケモンも多分いると思うんですけど、比較的皆さんが持ってそうなポケモンだと鉄のカイナかなと思ったので、これで来てました。やってみた感じだとハラバリーとか、あと竜の波動を持ってるのでミライドンはちょっと厳しいかもしれないんですが、電気タイプの技を持っていて特防高いポケモンだったらいけるんじゃないかなという印象です。でもちろん最強ピカチュウの時に活躍していた草ポケたちの中でも多分突破できる子多いと思います。試してみてっていうのが一番いいと思いますが、安定して勝つにはやってみた感想としては鉄のカイナで、私の場合はうねるみなもは周回しようと思います。で時間かかっちゃってるので、持ち技とかをねちょっと調整するのもありかなというふうに感じました。新しいの作るのもいいんですけど、手持ちのポケモンでこと足りるんだったらこれでいいと思います。そして1匹しか入手できないポケモンですので、モンスターボール何に入れようかというのも結構ね重要になると思います。今回新しいパラドックスポケモン で本来伝説系のポケモンのパラドックスだったんで、すごいね迷ったんですよね。ガンテツボールを使うところがソードシールドで全く使わなくてずっと残ってたので、もったいないから本作は使おうと考えていました。なのでムーンボールかドリームボールかラブラブボール、どれにしようかなと今迷っているところです。そして気づきました、ラブラブボールだったら2個あるから2端末どっちも同じのいけると思ったので、私の場合はねどちらもラブラブボールで使われておこうと思います。で今回の動画に関してはスカーレット限定のうねるみなも言ってみたんですけど、バイオレット限定の鉄のイサハの方もまた別の動画でどのポケモンがいいかなとか、持ち技何かなっていうのもお話ししていこうと思います。はい、で星5レートなんでもらえるアイテムはこんな感じでした。アメ LXL に特製カプセルももらえるっていう感じで、金の玉もね多分固定なのかで入ってる感じです。はい、そしてで水テラスで水ドラゴンタイプで、持ち技のハイドロスチーム気になったので見ていきましょう。煮えたぎる水を勢いよく浴びせる、日差しが強い時技の威力が下がるどころか 1.5 倍になるものです。なんで80の威力 ×1.5 倍で日本バレ中打ってくるという形なので、水に弱いポケモンはやめといた方がいいかなという感じです。はい、日本バレだけ追加で持ってるというポケモンでしたね。
で出してみたんですけど、かなりね大きいですサイズ感が大きいですよね。コライドンだったんでコライドン乗ってみたんですけど、こっちの今回のうねる水面の方が大きかったです。でしかもかっこいいで写真にね収めたかったんですけど、結構ね近くに寄ってきてくれるポケモンみたいで、ちょっと離れてもすぐね寄ってきてくれて、結構ね人懐っこいのかなという印象を持ちました。はい、まだね入手してないっていう方は、私もあのマルチプレイ遊んでると思うので、どこかであったらよろしくお願いしますということと、このポケモンね3月13までなのでまだ余裕がありますので、星5のテラレイドバトルだと確かねジムバッジ8個必要なかったはずなんですよね。ストーリーの途中でも出せると思いますので、新ポケ次同じように出てきてくれることはいつになるか分かりませんので、この期間にゲットしておきましょう。はい、ということで今回は新しく登場した新パラドックスポケモンのうねる水面も入手してみました。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。See you!